チェモンが噛み切ったよベイ FM 宮秋桜の今夜桜の木の下でベイ FM お聞きの皆さん、こんばんは、アイズワンの宮秋桜です。リアルタイムで聞く方は、今日もハッシュタグさくのキでツイートしてください。さて、さくのキ復活から2週目となりました。ハッシュタグさくのキのツイート皆さん、ぜひお願いします。さあ、今回も韓国での収録ということで、放送ではもうカムバックしてもう1週間経って、 2週目なんですけども明日カムバックなんですよ私のリアルな時間では <laughs> なのですごく今ドキドキしていて私はもう事前にミュージックビデオを見たんですけどもうこの時にはファンの皆さんも見てるからお話しするんですけどもうなんかすごかったですよね <laughs> あの CG もすごいしやっぱ今までの出来上がりすごかったんですけどやっぱフィエスタってだけあって もう本当にお祭りというかもうクライマックスみたいな終わらないけど <laughs> なんか花シリーズの最後を締めくくるすごく素敵なミュージックビデオになっているのでもう何回も皆さん見てると思いますがこの作の時終わったら10回ぐらいまた見てください <laughs> さてまずはメールをご紹介しましょうラジオネームパヨンさんからありがとうございます の木復活おめでとうございますありがとうございます活動再開フィエスタのリリースサクの木の再開本当におめでとうございますありがとうございます私はウィズワになってサクの木を聴くようになりトッケビにはまりました鬼滅の刃にもハマりましたサクちゃんのおかげで今まで知らなかった世界を楽しむことができていますフィエスタリリースまであと3日というところでこのメールを書いていますが毎日 i z o ンのみんなの情報がどんどん出てくるのでワクワクが止まりません 私はチェヨン推しなのですが、風の噂で聞いてたチェヨンのミディアムも V ライブで見れて幸せです。尊い。これから毎日たくさんアイザンの頑張ってる姿を見て応援できると思うと本当に嬉しいです。今、日本は割と暖かいのですが、韓国はとっても寒いんだろうな。体調に気をつけてくださいね。これからも作の木、アイザンでの活躍楽しみにしています。くっちん、トイトイ。ガンプクとありがとうございます。ちなみに、韓国はめっちゃ寒いです。あの、今日、 今日めっちゃ寒いです雪が降ってて、外は吹雪です <laughs>。そうですね、私、ハマるものがね、こうどんどん変わっていくでおなじみだったじゃないですか、で、結構、スタッフさんも私のスピードについていくの大変レベルで, <laughs> で、とっきり鬼滅の刃に続いて、ハマってるのは、えー、めっちゃいろんなの見ましたね、映画、邦画めっちゃ見ましたね。 あと「パラサイト」も見ましたしあ,のあれすすごいですよねアカデミー賞めっちゃ撮っててあとななんだろうな曲も聴きましたしいっぱいあの韓国語の授業と作曲の授業もさせていただいててそうなんですよいや、まあ、そんな大したことじゃないんですけども韓国語は、まあ、意外とこの期間で実力落ちてるんじゃないのって思ってる人いるかもしれないんですけど逆に伸びました。 おめでとうホ <laughs> 本当にだいぶ話せるようになったのかなって思いますまあもうすぐ2年経つので違うかですよね韓国来てもうすぐ2年ですもんねいや、まあ、これぐらいはれてないとなってぐらいのレベルになりましたねえっハマってることでも作曲にはまってそ,そんなもう夫にあの 作曲とかのレベルじゃないんですけどそのトラックを作ったりそのトップラインっていうメロディーを勉強したりとかしてます <laughs> だから今はそれにはまっててあとやっぱ歌詞を書くのも好きなのでファンの皆さんのことを思ってこう文章を作ったりとかいろいろしてるのでまた皆さんにそういうのが見せられたらいいなと思うのでもっと勉強頑張りたいと思います チェヨンも髪切ったし、チェウォンもショートカットにしたし、チェヨン、チェウォンがショートカットになって、で、私、どっかのエナジーカメラで言ってたんですけど、ショートカットに誰かがしてくれたら私はロングにできるんですよ。多分。私の予想。だから、チェボンには本当に感謝です。ありがとうございます。でも、チェボンのショートカットめっちゃ可愛くないですかなんか、 プードルミが増したっていうか <laughs> なんか子犬感でチェーンは逆になんか大人っぽいなんだろうすごいなんか大人な女性になった気がしますミディアムにしてからあれダンスしてる時すっごいかっこいいんですよチェーンのあの髪がこうミディアムだからこそよりパサって広がる感じがすっごいかっこいいのでぜひフェイスタのそのチェーンの髪のバサもぜひ見てください 今週もメールを送ってくださった方の中から抽選で1名様に新作のサクノキ T シャツをプレゼントします。ご希望の方は希望のサイズ SMLXL の他にあなたの郵便番号、住所、氏名、電話番号を書き添えてメールを送ってください。メールはサクアットマーク、ベーヘムドット CO ドット JP サクアットマーク、ベーヘムドット CO ドット JP まで。 今日分のプレゼントの締め切りは次回3月4日水曜日の番組スタート前までですたくさんのメールお待ちしていますベイフ f ム宮城桜の今夜桜くらの,の木の下でここでアイズワンのファーストアルバムブルームアイズについてお話したいと思いますブルームって英語でこう咲く花が咲くっていう意味じゃないですかなのでこのアルバムはやっぱり集大成ですかね花シリーズの集大成 で12曲も収録されてるじゃないですか、これが本当にすごいなと思ってユニット曲も3曲収録されていますし、本当にもう盛りだくさんのアルバムなんですけども、今日はですは、ね、アルバムの前半の曲を紹介したいと思います、最初は「アイズっていう曲なんですけども、ししも私、もこのアルバム全部に言えることなんですけど、チェボンの声が本当に綺麗なんですよ、この曲もそうですし。 前も言ったわ、天使が歌うとこういう声。チェウォン、本当に。それぐらいなんかこう、ふわーっと耳に優しく入ってくるその声がチェウォンのイメージにもすっごくぴったりだし、アイザーは特にチェウォンの声がすごく素敵で、オープニングらしい曲になってるかなと思います。2曲目はリード曲のフィエスタなんですけども、フィエスタは、今回あの、ティーザーも、 2個出たじゃないですか最初はコンセプトティーザーっていうのがその去年の方に出てで最近ミュージックビデオティーザーっていうのが出たんですけどコンセプトティーザーはもうほとんど MV レベルの撮影で振りも作ったし2本ミュージックビデオを撮ってるようなぐらいすごく力を入れた撮影でしたねミュージックビデオはですね。 もう出てるから話していいんですもんね。あの、ヤナが食卓みたいなすごい長い食卓の真ん中に座ってて、議長みたいな感じで。で、私たちが横にこうバーって並んでるシーンがあるんですけども、あの、ィーザーでも出てたんですけど、あそこで白い鳩ががバーって飛ぶんですけど、あれ本当の鳩なんですよ。CG じゃないんですよ、あれ。本当に飛んだんですよ。めっちゃ大変で、てか <laughs>、しかも、 凛ととしてないといけないいいけんですよ無表情でいないといけなくて少しでもこう動いたりとか笑ったりとかびくついたりするとだめなんですよでやっぱ鳥居も生き物なのでそんな何回も取れないじゃないですか早く取らないといけないからだからもう一発本番みたいなレベルで取ってそれがすっごい大変で,でやっぱ鳥居もやっぱ自由なので飛んでいってこうスタジオのところに住むんですよねそれは、まあ、最終的に開始したと思うんですけどもそ,れでそしたら 23回目ぐらいかな撮った時に民事の方に運落ち「フが合うって民事らしいなと思いましてなんか「運」があるってことじゃないですか,なんかそういうのなんかなっちゃうのもすごい民事らしいしなんかそれでこうすごい現場が盛り上がって <laughs> すごいそれが一番のフィエスタの思い出ですね <laughs> 3曲目は「Dreamlike」っていう曲でこの曲はちょっと私のパートが多いです おめでとうございます <laughs> あとはどんな曲かな可愛らしくてもう何だろう i z ズワンのうんちょっとアイズワンって大人っぽいところもあれば子供っぽい良さもあるじゃないですかその清純なアイズワンらしさが出てる曲かなと思います続いて4曲目の「あやあやや」はこれは皆さんもご存知のコンサートで 初めて披露した曲になってるんですけどもその時は6人バージョンだったんですけども今回アルバムに収録されてるアヤヤはやはナコとユジンとチェオンが加わった9人のバージョンでお届けしていてこれもねまた9人になるのでそのカムバックショーでも出るんですけどそれやったのでそれで見てくださった方は皆さんわかると思うんですけどやっぱりよりね迫力のある あややなったんじゃないかなと思いますしやっぱ6人の時のと9人の時ののまたイメージもちょっと変わるんですよねどっちもすごくいいのでそこもぜひ注目して聴いていただきたいですね続いてソーキュリアス「ソ o c u r i もうこれもチェヨンとミンジュとユリ3人が加わった9人バージョンでいやー私もやりたかったんですよね <laughs> なぜかハス、ハスラたくじゃないですけど、あの、ソーキリアスできなくて、やっぱ私にちょっと可愛さが足りないのかなって思いましたけど <laughs>。そんなことないよでもこれも、ミンジとユリとチェヨンなので、ちょっと大人らしさも加わった早急キリアスになったんじゃないかなと思いますね。私的には、 ミンジが頑張ってすっごい可愛く踊ってるところがすごい印象的でずっと私にはできないこんな可愛いのって言いながら練習してたのがすごく印象的ですねでも本番ではもうみんなめっちゃ可愛くやってたのでぜひカムアクションも一緒に見てもらえたら嬉しいなと思います続いて「スペースシップ」はですね運命ちゃんが作曲作詞した曲になるんですけどもこの曲はですね もうバンって言うと、ヒーちゃんとナコの曲。だと私は思ってますね。うんびちゃんもナコとヒーちゃんの声を想像して、ここはヒーとナコが歌ったら可愛いなとかの想像して作ったって言ってたので、もうこの二人のラップがあるんですよ。そこが本当に可愛くて、二人ってなんでこんなに可愛いんだろうって。で、私ってなんで、いやなんか、可愛さが、 そんなことそんなことそんなことないよだからその2人を見習いたいと思えるようなぐらい本当に2人がすっごい可愛いですねでまたアルバムじゃなくてこうカムバックショーの話になるんですけどそのカムバックショーでは友人が高いツインテールをしててあ友人っていつもはすっごい大人っぽく見えるけどまだ高 2? なのかな高2ぐらいな重大なんだな <laughs> って思うすっごい可愛らしさがあってこの曲はぜひ会津はの可愛らしさを見ていただけたらいいなと思いますそれでは皆さんからのメッセージをご紹介します福岡県ラジオネームはるはるさんからありがとうございます僕は HKT の頃からさくちゃんをしててそれから趣味のなかった僕に趣味を与えてくれました フィエスタめっちゃ楽しみです。看板が決まったとき、1人で号泣しました。この空白の期間、なかなか元気が出ませんでしたが、なんと人生初の彼女ができました。え、すごい。充実してるやん。<laughs> 彼女との共通の趣味がアイズワンで、おー、なるほど。アイズワンのおかげで仲良くなることができました。僕は今、中3で受験生ですが、看板が楽しみすぎて、受験勉強どころではあります。やばい、やばい、やばい。 どうしたらいいでしょうか、さくのキも復活して、緩和もして、最高の気分です、これを活力に頑張ろうと思います、いつも応援してますと、え、受験、頑張った方がいいかな、え、中3、結構、え、だって今、2月ですよねで、今じゃないですか、マジで、<laughs> この時間も起きてますよね、受験生だったら、なので、この時間も勉強しながらサの木を聞いて、メインは勉強で。<laughs> で時々あの息抜きに会津ンを見て彼女と会ったりとかしてほしいですね受験頑張りましょう <laughs> 一緒に応援してますでもその会津ンが共通の趣味なんですよね彼女さんとそれってなんかどっちが好きなのとかならないんですかねどうなんだろういや彼女さんの気持ちが逆に気になるかもなんかえ私とチェオンどっちが好きなのみたいなならないのかな <laughs> それでもそれはそれなのかなちょっとそこをちょっと新しいですね新しい恋愛のしかた末永く幸せにいてください <laughs> さあ続いてラジオネームクロウサギさんからですありがとうございますサクちゃんこんばんは私は韓国に住んでいるウィズワンですありがとうございます久しぶりのご挨拶ですね先週サクの木を見たときに再会するという知らせに嬉しくて感激の涙を流しました本当に長かったです3ヶ月 短いと感じるなら短いがそれだけ待つ時間も長かったようですまた復帰することを本当におめでとうございますとありがとうございます海外の方からもたくさんメールをいただいてすごいですよね海外の方も聞いてくださるでも日本語わからないけど聞いてくださるんですかね、まあ、勉強しつつですかねすごえ本当にすごくないですか私も韓国のラジオちょっと聞いてたんですよ勉強のためにわかるんですよ まあそんななな感じなのかなだいぶ成長したなって思うんですけど、だから、韓国のドラマ見るときも、まあ、映画はちょっとまだ難しい内容だとあれなんですけど、なんか学校のとか恋愛系ぐらいだったら、字幕なしで見れるようになりましたね。わかんない単語は、逆に韓国語の字幕を出すのがいい,いんですよ、私的には。 耳では聞き取れないけど見たら分かる韓国語とかあるのであと分かんない韓国語が出たら止めて検索してってやってできるので韓国語とかその海外の言葉を勉強してる方はそうやって勉強するといいかなと思います私の日本語は普通じゃないので普通じゃない普通じゃないってあれだけどあの下手なので私の言葉で勉強するのはあんまりよろしくないと思います さあそしてくち,ちゃんのタイのファンクラブです。サクの木が再開となると聞きました。とても嬉しいです。日本語がわかりませんがサクちゃんがグローバルのアイドルになっているので英語に翻訳する人たちがいます。すごいよ。静かな瞬間がありましたがサクちゃんのタイのファンはどこにも逃げなくてまだファンでいるよ。 彼らはまだサクちゃん関係のコンテンツを探して投稿しています私もサクちゃんが出演した映画を3回見ましたライナーズかなですよね <laughs> すごっ3回 <laughs> 本当にサクちゃんが会いたくて寂しくなりましたがいつまでも待っていたら絶対に会えると思うから待つことができます最後に良い知らせを伝えたいと思いますパンティップというタイの最大ウェブボートで毎年トップ100のガールグループメンバーが投票で選ばれます サクちゃんは昨年10位になりましたが今年は1位になったんですよええーあでもなんか見たかもしれない日本だけでなくどこでも桜咲きですね私はいつもサクちゃんを愛してサポートしますとありがとうございます <laughs> あれはすごかったんですよサクメールが再開になった時になんか世界中のいろんなところにトレンド入りしてて韓国では1位だったのかななってていやー いやいやなんか、なんか、私がすごいんじゃなくて、ファンの方がすごいので、なんかもう、ありがとうございますしか言えないですけども、でもこういうね、いい知らせがいっぱいどんどん聞こえてきて、本当に嬉しいです。だってもう、来月は私の誕生日じゃないですか。先に言っとく <laughs>。なので、まあ22にもなりますしね、いやこれからもいい知らせを、私からも皆さんにたくさん伝えていきたいと思います。 それではアイズワンが2月17日にリリースしたファーストアルバム「ブルームアイズから4曲目に収録されているナンバーをこの曲は昨年のツアーでは新曲としてユニットに分かれて歌ったんですが今回は9人バージョンということで初の音源化となりました今回はですね9人バージョンなのでそのパートもちょっと変わってるんですよまあちょっと分けてるんですけどもすごいのがナコが高音パートをしたんですよ キーデーヘーバーってところがあるんですけど、あそこをナコがしてて、ナコ、すっごいもう緊張してて、私ができるかなみたいなのずっと言ってたんですけど、いや、ナコ、いつもそれですからね、できるんですよ、あの子は、<laughs> 天才なので <laughs>、本当にもう、ナコの、今回はあややなんで、かっこいい高音パートなんですけど、それをナコがしてるのを見たときに、わあナコって大人になったなって思いましたね。あんなウインクは3回 をセンターで可愛く踊ってた11歳だったのかなあの時がこんなセクシーで大人っぽい曲で高音パートをしてるっていうのはやっぱ成長した子供を見守っている <laughs> 親の気持ちになりましたぜひそこに注目してくださいアイズ n ンであややや b f m 宮秋さくらの「今夜桜の木の下で」でアイズ n ン宮秋さくらがお送りしてきた「b イ f m 今夜桜の木の下」でいかがだったでしょうか さあ復活から2回目ということで今回は楽しくできましたね <laughs> よかったこれからですねもう今までさくの木やった通り楽しく少し面白くやっていきたいと思うので私がね最近あのハマってることとかもどん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 皆さんにまたお教えできたらいいなと思うんですけど最近超リアルタイムで一昨日見つけためちゃくちゃ美味しいアイスクリームがあって韓国にあるんですけど 黒糖ミルクティータピオカ飲め物があるじゃないですか。あれをまんまアイスクリームにしたのが韓国で売ってて、それを最近見つけたんですけど、めっちゃおいしすぎて、一回食べただけで、え、これやばと思って、アイザンのメンバーのその家族のグループ LINE に送ったんですよ、絶対食べてって。そしたら、今日、夢で、ナコが箱ごと買ってくれる夢を見て。<laughs> 夢夢です夢ですす本当に買ってくれたんじゃないんですけどでえみたいな買ってくれたのみたいなでもサクちゃんが好きって言ってたからみたいな言って食べる夢を見ちゃったのでもうどうしても食べずにいられなくて今日私だけラジオだったのでちょっと早い集合だったんですけどちょっと早めに起きてコンビニまでアイスを買いに行って食べましたそれぐらい大好きです皆さんぜひ韓国見つけてみてくださいさてここでアイズワンのインフォメーションです 韓国のファーストアルバム、ただいま楽曲配信中です。また、アルバムの輸入版を日本で購入することができます。ぜひチェックしてください。IZONE の最新情報は、IZONE Japan フィシャルサイトや、IZONE Japan ァンクラブでチェックしてください。そして、メンバーをより身近に感じることができる、プライベートメール、プラメの配信も再びスタートしています。ぜひチェックしてみてくださいね。それから、新作のサクの木 T シャツご希望の方は、あなたの郵便番号、 住所、氏名電話番号希望の T シャツのサイズ SMLXL もお忘れなくメールはサクアットマーク BAFM.CO.JP サクアットマーク BAFM.CO.JP まで一名様にプレゼントします応募の締め切りは3月4日の番組スタート前までですこの後は BAFM インターネットラジオでチェックしてくださいそしてメールもよろしくお願いしますというわけで宮脇桜の今夜桜の木の下でお相手は宮脇桜でした 来週もこの時間に桜の木の下であなたを待ってます。